レット財務省の財政制度等審議会の分科会は社会保障制度改革に関する提言案をまとめました提言案では現在は70歳までとされている公的年金の受給開始年齢を希望すれば引き上げられるようにすべきだとしていますまたた増ええ続けるる医療費を抑えるため 後期高齢者の自己負担を現在の原則1割から2割に引き上げるよう求めています。